エコリング前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-16、エコリング相手陣2ヤードからフォースダウン1ヤードのシチュエーションです。エコリングプレーを選択します。ギャンブル、フィールドゴールでなくプレーによるタッチダウンを狙います。タッチダウン、クォーターバック9番クォーターバックスニークで中央突破、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン、エコリング6点獲得。